おはようございます。はい、どうも、しぼりくんです。荒野行動やっていきたいと思います。さて、先ほどの動画でですね、ほら、かわいいエリザベスちゃん、はい、7つの大罪コラボガチャでですね、亀引きしましてですね、はい、セダンをね、綺麗に残してね、セダン以外はね、大体当たったって感じですね。メドラスはね、今交換したんですけども、まあそんな感じのガチャになりました。でですね、はい、今回ね、このエリザベスの衣装をですね、6まで僕あげたんですけども、今までは例えば呪術廻戦の五条の衣装とか、東京リベンジャーズのマイキーとかだと、同じ衣装を被らせて、なんか特殊なチケットがないとレベルが上げれなかったんですよ。だけど今回神ってんのが、今回ねこんな感じでね、金チケで上げれるんですよ。これね、マジでやっとね、運営がね、仕事した。これはね、神だと思う。なんで今回の動画では、もうエリザベスはね、すでに上げちゃったんですけども、このメリオラスとね、このエリザベス2つでね、250枚の金チケを誓ってね、250枚の金チケを使って、これ、レベル6、ね、2つとマックスまで上げてみたいなと思います。で、皆さんそれぞれ衣装でね、やっぱり気になるところ、例えばリュックハッテあんのかとか、マントハンテあんのかとかね、いろいろ気になるところあると思うんで、そちらをね、紹介できたらなと思います。つうわけで、まずもう、上げ終わってるんですけど、エリザベスから見ていきますね。エリザベスね、最初、こんな感じですね。いやもう、これで十分なんだけどね、ぶっちゃ可愛いからね。ねえ、もう、この角度とかね、美しいものがね、もうほんとね、美しいね。で、はい。これ、ランダムエモート。これなんだろうな。これはこれ何すんのこれ。これ違うだろ。エリザベスこんなことしねえよ。まあ、レベル2はね、大したことないですね。多分。はい、次がね、激派ボイスですね。これが50枚かな ?75、100、125だもんね。そうだね。50枚。で、ボイスがつきます。ごめんなさい。おお、これもう煽りだな、これ。ごめんなさい。いいね、これね。75枚。75枚から、この、シュノのね、エリザベスになります。これやべえな、これから、本当に。で、100枚使うと、専属カップル展示ができて、これすごいね、これ。やば、これ。すごい、これ。で、最後は、入隊モード。入隊モードってちょっとわかんないんだけど、まあ、125枚上げるとね、こんな感じになります。で、やっぱりみんな気になるのが、リュック判定とかね、あんのかなっていうことなんですけども、ちょっと一回、射撃場行ってみようか。これ、マント直せるね、やっぱり。うわ、しまえるじゃん、マント。すげえ。まあ、さすがにね、さすがにこの羽生えたまんまだと。敵見えねえからね。さすがにね。で、マントはしまえますと。マントとか羽ね。羽はしまえると。いや、完璧なんだけど、これ、やば。じゃあ皆さん、気になるリュック判定行ってみましょう。リュックレベル3。はい、リュックなし、勝った。おめでとうございます。いや、神だ、これ。やば、これは、125枚の価値あるわ、これ。まあ別に、レベル4でもいいだろうしね、別にね。ボイスもあるし。じゃあ次、激派ボイス、行ってみようか。おー、ごめんなさい、出ますね。わ、いいね、これ。ごめんなさい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 。って感じですね。エリザベス、かわいい。って感じの、エリザベスになっております。さて、リュック判定がね、ないと。神のところ分かったところで次、マントはつけるんだかどうか、言ってみましょうか。さすがにマントは無理だな。エリザベスはマント無理っぽいね。マント無理ですね。はい。ほんとは次はね、メリオダス、見ていきたいと思います。メリオダスまだね、上げてないんでね。上げていきましょう。これが、ランダムエモートね。これどんなことするんだろうな。いや、これメリオダスってか、そもそも、メリオダスこれ、もうこれでも普通に可愛いわ。普通に。さあ、つわけ上げていきましょう。まず25枚。上げます。おい、21681M やめようや、これ。これやばいって、これ。で、50枚。で、激派ボイスと。はい。それが、
お前の罪だぜ。ということですね。それがお前の罪だぜ。あげましたと。これで50枚。で、次75枚、これだね。やば、これ。これやばいね。ここで魔人になると75枚で。行ってみましょう。ドーン。来た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 。ま、うわぁ、浮いてるし。これ、え、どうなんのこれ。もしかしてこれ、浮いてんの？そんなことねえよな、これ。で、専属カップル展示。これってどういうことなんだろう。じゃあ、これで次100枚いきます。専属カップル展示。なんか、これでエリザベス表示できんのかな？表示できたらいいんだけど。いや、変わんねえな。ちょっとこの辺、ちょっとよくわかんないな。で、125枚使うと入隊モードと。よし、行っちゃいましょう。よっしゃ。つうわけで、21681M、レベルマックス、ゲットだぜ。ありがとうございます。よし、じゃあ今度このメリオラスでちょっと射撃場行ってみようか。でかいわ、ちょっと。もちろんこのままだとでかすぎてね、あと羽が邪魔で。これが、お前の罪だぜ。倒すの難しいんで、羽はもちろん、しまえるね。あ、羽しまったら全然問題ないね。うわ、かっけえ。魔人かっこいい。あ、全然キャラコン問題ないな、これ。全然いけるね、これ。さあ、男キャラはね、結構ね、リュックがあること多いんですけども、メリオラスはリュックどうですか？ないね。メリオラスもリュックありません。じゃあ、撃破ボイス見てみようか。これが、お前の罪だぜ。いや、めっちゃいいじゃん、これ。マジですか。ございます。それが、お前の罪だぜ。めっちゃいい、これ、ほんとに。いや、五条先生の大丈夫。僕最強だからもう結構うざいけど、これもだいぶ。それが、お前の罪だぜ。いや、素晴らしいですな、これ。それが、それが、お前の罪だぜ、それが、お前の罪だぜ。これできるんだ。じゃ、それが、それ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 が、それが、それ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 が、お前の罪だぜ。それが、お前、それが、それが、お前の罪だぜ。って感じできるんだな、これ。お前の罪だぜ。お前の罪だぜ。いやー、いいじゃん、メリオラスも全然。いや、今回は、当たりですね、この衣装もね。ありがとうございます。さあ、メリちゃんはどうだ、メリオラス。あー、さすがにつけれねえか。あ、これでもあれじゃない、もしかしてさ、つけれるマントとつけれないマントがあるな。バットマンつけれると。で、進撃もつけれるね。メリオラスの最初の方は、レベル1,2,3はこれができるという感じかな。へぇ、エリザベスもそうだ。これ羽が生えてない状態だと、マントつけれるみたいですね。まあ、これはこれでまた、楽しい遊び方ができるかもしんない。あとはね、飛行服でね、この絶望の打点子、これ当てたんで、ちょっとこれ見てみたいなと思います。さっきちょっと行ってみようか。いや、早速落としてくるね。いらないです、いらないです。さすがに。さすがにナイトホーク。うお、うお、めっちゃ落としてくる。いらねえって装備こんなに。えぐ、うお、もう何人衣装置いてんだよ、これ。でもみんな衣装置くと取られるか、他の人に取られるからな。なんか牽制し合いつつみたいな。さあ、ちょっと出てみようか。どんな感じか。飛行服どんな感じだろう。さあ、1200。レディゴン！うわ、かっけえ！エリザベスが黒の羽着てると、また、それはそれでかっけえ。羽しまい忘れたから、とんでもないことになってる、これ。これ、羽しまい忘れたから、これ、羽が、1、2、3、4、は、8枚。羽8枚になってる、これ。すげえ、これ邪魔だ、これ。はい、という感じになっております。なんで、まあ、代理形態でするだけだと、メリオラスとエリザベス二人でね、150枚なんで、まあね、普通に可愛い衣装なんでね、150枚使う価値はあるかなと思います。最後はね、ガチャで締めましょうかね。もうね、セダンしか残ってないんでね、引く意味があるのかわかんないけども、行っちゃいましょう！レディゴー！